純モンドネード。今日はライト級のリミットより1ポンドオーバーの136パウンド契約ウェイトで行われます10回戦世界前哨戦になります。こちら坂本博之、そしてフィリピンの純モンドネード。今日はチャンスがあれば立ち上がりから畳みかけていきたいと坂本は話していました。注目の第1ラウンドゴングを迎えます。白のトランクスにゴールドのライン、右名前170センチ坂本博之、左のジャブを出していきました。対するブルーのトランクスに黄色のラインがフィリピンのジュン・モンドネードです。まずリング中央、小刻みな左を出していきます坂本博之。去年7月26日はこの横浜アリーナ大観衆を坂本コールに巻き込みました。豪快なパンチを繰り出していった世界初挑戦でしたが、惜しくもタイトル奪取はなりませんでした。11月の再起戦を挟んで今日が世界前哨戦になります。 WBC 世界ライト級3位坂本博之です。おっと、大きな右と左を返した坂本。大きな右のロングフックを打ってきました坂本です。今日の課題は大振りをしないこと、そして左のジャブがいかに多く出るかという話を立て会長はしていました。ファイティング原田さん、はい、立ち上がり左がよく出ていますね。そうですね、左のジャブ、左ボディジャブね、はい、上下の攻撃もいいですね。お、左のボディです。浜田剛さん、はい、世界初挑戦の時には大振りのパンチ、これをかなり反省して今日のリングに上がっている坂本なんですが、そうですね、そういうところは今の段階ではやっぱり振りを小さくしようというところは見えますね、はい、モンドレード、もう2人のボディを返してきた。ただ振りを小さくしながらよく見ようという計算ではあるでしょうけど、はい、もう少し左が私は必要だと思いますね。まだ少ないですか、はいはい、さあ今度は大きな左から右だ、左から右のボディを打っていきました坂本。ニュートラルコーナー付近です。モンドレードが足を使って体を入れ替えました。立ち上がり1分30秒が経過しました。左を出していきます坂本、じりじりと前に出る。例によって少し上体を低くしての坂本の構えです。接近戦、モンドレードのボディを返してくる。左右のボディは坂本、左のダブルはモンドレード。リング中央に戻りました。もう少し左からリードジャブからの方が入りやすいですね。そうですか、やっぱり今一発を狙ってますね。まだそうですか、狙ってますよ。どうしてもリングに上がると一発を狙ってしまう、そのあたりを坂本は練習中も盛んに気にしていました。今日は左からの攻撃がどれだけ出るかという課題を持っています坂本博之。状態を動かします。モンドレードを返してくる、左のダブル、そして右から左をフォローした。ボディを狙っています坂本博之。じりじりと相手にプレッシャーをかけていく。またワンツーボディです。一番下がった坂本、落ちてダブル、モンドレードちょっとバウンド、左のフック顔面をクリンと坂本。まだ大事な時間はニュートラルコーナー付近だ。しかし止めるか坂本、2回で1戦間を混ぜていると今のボディーを引き出した左のボディーが引きました。モンドレードたまらず左から引きました。レバーをこれ引いてますね。さあレフリーの森田さん、カウントを入れるが、これは立てそうもないか。第1ラウンド坂本ラッキーアウト、左のボディーブロー一発で引き込みました坂本博之。第1ラウンドナックアウト勝ちは坂本6回目のことです。通算20試合目のナックアウト勝ちは坂本博之、豪快な電光石火の1ラウンドナックアウト勝ちでした。
まあ振りが大きいかなとか思いながら見てたんですけど、その大きさ、逆にもう力が出ましたね。はい、しかしファイティングアナウンサー、最後のボディーブローはこのリングサイドで見ている我々ちょっと手筋が寒くなるような、そうですね、非常にあの角度といいですね、あの時のパンチはショートですね、はい、多くに打ってましたけどね、中にやっぱりショートに打ちますね。ここもやっぱりあれは練習から来るもんですよね。そうですね、はい、そうですね。世界前哨戦、鮮やかな中で世界最長戦が見えました。坂本博之です。1ラウンド2分57秒で準モンドレードを仕留めました。KO キングここにあり、坂本博之です。見事世界前哨戦で1ラウンド KO を決めました坂本博之選手にお話伺います。おめでとうございます。あまりちょっと自分は狙っては、ね、1ラウンド KO って狙ってはやらないんですけど、まあ前回横浜アリーナでやった時はもう本当に悔しい思いしてハンデ負けだったんですけど、まあ今日で横浜アリーナがまた、いい芸のあれだと思います、なるほど。その去年ここの横浜アリーナで敗れてしまったそのスティーブ・ジョンソンがタイトルを先月防衛しています。また世界という声が聞こえてきますが、この辺はいかがでしょうか。そうですね、もう本当にもう自分のもうできることはもう本当に死んでもね、本当にもう貫き通したいんで、もう必ず世界チャンピオンになりますんで、応援のほどよろしくお願いします。今日はその世界戦に向けて左を重視したいという話ありましたが、左のボディーブローでのフィニッシュブローでしたが、その辺はいかがでしょうか。結果を出す前にちょっとね、相手が倒れちゃったんで、ちょっとあんまりよくわかんないんですけどね。それだけ強いパンチだったということでしょうかね。いやー、それもわかんないですけど、まあ精一杯練習はもう本当手抜きなしでやってますんで、はい、まあ、左で今やってます。それでは最後に世界に向けて、そしてファンに向けて一言お願いいたします。そうですね、もう今年は本当に世界チャンピオンになりますんで、もう皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。連勝戦1ラウンド KO 勝ちの坂本博之選手でした。横浜アリーナの大観衆の声援に応えます坂本博之です。ファイティング原田さん、はい、去年のやはりこの横浜アリーナのリング、悔しい思いがあったというふうに今も話していましたかね。そうですね、だからそういうことですね、やっぱり自信に今、もう今自信に変わってますね、非常に彼のお話を聞いてもやっぱりその負けたことがね、非常にプラスになって、はい、今日のこういう素晴らしい結果だったと思うんでね、それが今日はもう諦めると自信満々で言ってますからね。そうですね、非常にもう楽しみですね、はい、そして浜田剛さん、はい、今スローで振り返っているんですが、この左のレバーローディーですね、まずこれで、終わりましたけど、はい、まあ正直パンチ大きいかなと思ったんですけどね、まあフィリピン1位の選手とパンチが大きい小さいのレベルの話じゃなかったですね、うん、まあ、力に差がありすぎました、はい、鮮やかな1ラウンドナックアウト勝ちで世界前哨戦を飾った WBC 世界ライト級3位の坂本博之です。この後は今度は本格的にサウスポー対策に取り組んで、スティーブ・ジョンストンへの再挑戦を目指すという坂本なんですが、浜田剛さん、まあ、前回は本当にどっちとも取れるようなラウンドが何回もありましたからね、はいはい、そういうところでやっぱりジョンソンはサウスポーのうまさ的確に見せたわけですよ、はい、そこを逆に坂本が見せると今度は坂本の手が上がるなというふうに思いますね。そうですか、はい、ファイティング原田さん、坂本への期待を一言お願いします、はい、そうですね、やっぱり前回は意外に思いしてますからね、二度とそういうことないように、はい、今度はもうぜひ、右手が高かったことがあってもらいたいと思います。見事な1ラウンドナックアウト勝ちを飾りました。